in 台湾志村けんの大丈夫だという番組をきちんと契約を結んで台湾で放送することになったとき、現地のテレビ局に志村けんが挨拶に行ったそうな。プロモーション活動とか何もしない約束で。そしたらどこから話が漏れたのか、記者会見はやらされるわ、番組には出演させられるわで大騒ぎになった。その日の新聞のほとんどの一面が志村けん台湾に来ただったそうな。インタイ、タイのプーケット島に行ったら志村が歩いていると人がパーッと離れていく。ちょうど加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビを吹き替えでやってて人気があった時期だったらしく、映画スターのような扱いだったらしい。人が寄っても来なかったそうな。イン六本木、六本木の店で志村が飲んでたら、志村の大ファンだという沖縄駐留のアメリカ兵が寄ってきて、お前は絶対にアメリカでも受けるからすぐに向こうに行けと言った。で、何か持ち物を交換しようというので志村が持っていた小物をあげたら、すごく気に入ってるという革ジャンと兵隊バッジをくれた。それから数週間経ったら志村宛てにそのアメリカ兵の奥さんから彼が事故死したという手紙が届いた。志村がすぐに花を手配してその奥さんと電話で話したら、奥さんは夫は志村さんのことが大好きで先日お会いしたことをすごく喜んでいました、いただいたものを大切に持ちながらその時のことを毎日話してたんですよと泣きながら教えてくれた。志村はそんなファンもいたんだと思って涙を流したそうです。米軍基地でも志村けんは人気あったよ。ずいぶん前の話だけど、基地内の独身寮にちょくちょく遊びに行ってたら、よくホールみたいなとこに大勢で集まってみんなでバカとの見てすげえ楽しそうにゲラゲラ笑ってた。言葉がわからなくても楽しめるんだそうだ。お決まりの音楽付きのオチの部分で来たー、見たいな爆笑。途中で友達の部屋に移動したら、そこでも6から7人が集まってバカとの見てた。何度違うと説明しても最後まで腰元のことを芸者ガールと呼んでたがー。